驚くんでない？オラはこの山に一人で住んでいるババだ。ヤマンバというものもおる。ヤマンバは悪さをするというものもおるが、それは嘘だ。オラは何にもしない。臆病なやつが山の中で白髪のオラを見て勝手に慌てる。そうしては弁当を忘れたり、慌てて谷さ落ちたり、それがみんなオラのせいになる。うわぁ、山も怖い、山も怖い、山も怖い。あや、お前はたった当の女子わらしだども、しっかりもんだから、ほら何度おっかなくはねえべ。小さい青い花があるべ。それはちっぽけな双子の赤ん坊の上の子の方が今咲かせているものだ。兄弟といっても同じ時のわずかな後先で生まれたものが、自分はあんちゃんだと思ってじっと辛抱している。弟はお母の片方のおっぱいをくんくんと飲みながら、もう片方のおっぱいも片方の手でいじくっていて離さない。上の子はそれをじーっと見て、あんちゃんだから辛抱している。目にいっぱい涙をためて、その涙がその露だ。人のことを思って涙をいっぱいためて辛抱すると、その優しさとけなげさがこうして花になって咲き出すのだ。